皆さんこんにちは。それでは、定例の記者会見をさせていただきますが、今日は冒頭発言は特にございません。新経済対策もですね、まとまったところでございますので、本日こちらから特に申し上げることはないということでございます。従いまして皆様からのご質問をお受けしたいと思います。それではご質問のある方は挙手の上、社名氏名を述べてからお願いいたします。すみません、読売新聞の土井です。ちょっと中長期的な視点で今後の自公関係ということで伺いたいんですけれども、先日決まった10万円給付をめぐる協議などではですね、いわゆる政策マターでありますが、政調会長を抜きにして話が進んだと、そういった見方もあります。で、選挙協力に加えて政策合意が自公関係の強みとも言われている中で、今後そのどういった自民党との関係構築が必要だと考えていらっしゃるかお願いします。はい、自民党とはですね、これまでも緊密なこの協調関係をですね、築いてきたというふうに思っております。20年以上の長きにわたってですね、この選挙あるいは政策両面においてですね、またその他対処交渉に立ってですね、本当に両党の緊密な協力関係というものを築き上げてきたというふうに思っております。その状況に今もですね、何ら変わりはないと。今回確かに幹事長合意ということになりましたけれども、それはやはり対処交渉からですね、早く政治的決断を下さなければならないという、そういうトップ同士のですね、ご判断でございますので、これはそういうものだろう、そういうものであろうというふうに思っておりまして、結論としては何らこれまでとですね、変わりはないと。引き続きですね、緊密な協力関係をさらに発展していきたいというふうに思っております。すみません、関連して伺います。その自公関係でいうと、さっきの衆院選でいわゆるベテランの議員の方々大量に引退されました。で、そういった方がいわゆる自民党とのパイプ役を担ってきたという面もあると思うんですけれども、そういったことを踏まえて自公のパイプが細っているという指摘もある中で、自公関係を改めてどう強化していきたいかっていうのをお願いします。はい、ベテランの方々がね、それぞれ、ご勇退されているわけでございます。しかしですね、それぞれの世代世代でですね、やはりこういうものは、強化していけばいい話でございましてですね、その信頼関係はですね、いかなる世代であろうともですね、この20年間やっぱりやってきてるわけでございますので、そこは依然として太いパイプがあるというふうに確信をしています。すみません、最後にもう一問伺います。その上で今回衆院選で維新が躍進したこともあってですね、先の文通費の話もそうですが、維新側が提案したことで自民党および与党が呼応するということも増えてくると思うんですけれども、改めてそういったいわゆる第三極と言われている政党に対して公明党はどう向き合っていくお考えでしょうか。はい、絶えず新しい状況というのは生まれてきますんでね、ですからそういう新しい状況に常に機敏に対応していくということが大事であるというふうに思ってるんですね。ですから維新さんのおっしゃることもですね、それは的確な党を得たですね、内容であればですね、それは公明党としてもですね、きちんと対応していくと、向き合っていくと、こういうことになろうかと思っています。
毎日新聞の木下です。原油高についてお伺いします。政府は元売り会社に対して補助金を出すし、また今回その政府 の国家備蓄の原油石油を放出するという決定をいたしました。この原油高について公明党として、この政府の対応どう思われているか、またその公明党としてはどう今後さらに対応するべきとお考えかお伺いします。はい、この原油高の問題は、OPEC プラスという、産油国側のですね、やはり、事情というものがまず根本にあるわけでございましてですね、でさらに、アメリカや中国のですね、やはり経済回復というものがですね、こういう、原油の逼迫を招いている部分もあります。コロナでですね、なかなかコンテナが動きにくいとかですね、そういう人手不足とかっていう問題も重なっているんだろうと思いますけれども、やはりそういう状況をね、やはり解消していかなければですね、日本の経済再生ありませんのでね、これは何とかしなければならないと思ってるんですね。そういう中で、アメリカを中心としてですね、今回放出をですね、強く要請してきたということでございますから、それはしかも日本だけではなくて中国やですね、その他の多くの国々にも協調を呼びかけているということでございますんでね、ここはまさに外交問題、国際問題だというふうに私は捉えているんですね。そういう意味では今回はもうやむを得ない措置であろうというふうに思います。政府もですね、その前に放出の前にですね、元売りへの補助とかできる限りのことをやっておりますし、それだけではなくてさらに農業や漁業やですね、地方自治体への支援もやるということでございますので、ここはできる限りの手段を尽くしてですね、原油価格の安定に努めるべきであろうというふうに思っています。関連して毎日新聞の木下です。一部野党からはガソリン税に関するトリガー条項について、発動することを検討すべきという意見が出てますが、このトリガー条項について公明党としてどうお考えでしょうか。160円を上回るのが3ヶ月続かなければいけないということでですね、しかも法改正が必要ですんでね、凍結解除には。ですからちょっと機動性を欠くんではないかなというのは一つありますね。それからかつて、これは2010年ぐらいだったんですかね、その前だ、まだ自民党政権の時だったと思いますけれども、やはりこの暫定措置が切れたりしてですね、価格が乱高下したりですね、それから現場でですね、大変このやはり大混乱が起きたりしたことがありましてですね、そういう意味でもなかなか価格を上げ下げするというのは、非常によく注意をしないとですね、ちょっと現場に混乱を与える可能性もあってですね、トリガー条項については、今のところはですね、ちょっと慎重に考えた方がいいんじゃないかなというふうに思っております。すみません、共同通信の笠井です。国会議員がですね、地元の会合に出る際の挨拶文やですね、講演資料の作成を厚生労働省の職員に依頼していたケースが年間400件あったということが厚労省の内部調査で分かりまして、職員の負担になっていると。官房長官は直ちに問題はないとは言ってるんですけども、公明党の政策責任者としてどうお感じになっているか。はい、私はその400件というものの詳細を承知しておりませんけれども、一般論としてですね、資料をもらうのは当然だと思うんですね。地元でしゃべるときにその材料となる、資料をもらうのは当然だと思います。しかしその文章までですね、いちいち役人に書いてもらうというのはですね、ちょっといかがなものかと。やはりそこはやはり党側でですね、やらないといけないんだろうというふうに思いますね。そういうふうにその程度です。はい、
産経新聞の原川と申します。本日ちょっと小玉に代わり出席させていただいております、はい、来年2月の北京冬季オリンピックの外交的ボイコットに関してお伺いしたいんですけれども、アメリカバイデン政権がそれを検討するということに加えて、イギリス政府も検討していると報じられています。日本政府の対応は未定ということなんですが、公明党として、この、まあ、もちろんこの背景にはその中国のいろんな人権問題、直近 の、 あの女子プロテニスの彭帥さんの問題もあろうかと思うんですけれども、まあ、そういった問題を踏まえて、公明党としては外交的ボイコットについてはどのようにお考えでしょうか。まあ、諸外国の動きはいろいろあろうかと思います。まあ、官房長官でしたかね、政府としてはまだ対応を決めていないということでありますので、まあ、今の時点で公明党としてですね、当然何か決めているわけではありません。まあ、そういう意味では今の段階で特にこの点については申し上げることはないということですね。毎日新聞の木下です。はい、先ほどの質問に関連するんですが、中谷現首相補佐官、国際人権問題担当しておりますけれども、報道のインタビューでですね、人権侵害を行った外国の当局者に対する制裁の法整備をこの導入の是非について検討するべきだというふうに発言されております。まあ、日本版マグニツキー法ということだと思うんですけれども、改めてなんですが、この法整備について公明党として現在のお考えをお願いいたします。はい、ちょっとその間接情報ですんでね、今の段階で中谷議員サイドからですね、何か公明党に何かアクセスがあったわけでもございませんのでね、まあ、ちょっとその報道に関してですね、中谷先生のその報道、ご発言の報道に関してですね、まあ、ちょっと今の段階でね、私どもがちょっとうんぬん申し上げるのはちょっと適切ではないんではないかなというふうに思っております。NHK 米津と申します。ちょっと話が戻って恐縮なんですけど、原油価格についてなんですけれども、まあ、そもそもこの現状 の、 その、まあ、値上がりの状況を踏まえて、まあ、公明党としてはどのように対応していくべきだとお考えか、ちょっと基本姿勢のところを伺えればと思います。はい、基本的にはやはりこれは国際問題だと考えておりますので、やはり外交努力が必要であるというふうに思ってるんですね。まあ、やはりオペックプラスの皆さんの方へですね、グループの方へですね、やはりその他の国際社会としてですね、やはり働きかけをして引き続きですね、粘り強く増産に向けてのですね、要請をしていくということがまず基本だと思います。もちろんオペックプラスとしてはいろいろ言い分あると思いますよ。やはり CO2 削減、というようなね、脱炭素化の流れがあるという中でですね、彼らとしてはですね、いろいろ言いたいこともあるんではないかなというふうに思いますけれども、まあ、しかし、世界全体のこれはやはり問題になってきますので、ね、当面のですね、まあ、発展途上国のですね、経済人々の暮らしもですね、深刻な問題になってくる可能性がありますから、ここはですねやはり緊急のやはり国際的何らかの合意ということをですね働きかけるというのが本筋であろうというふうに思っています。その上で国内問題としてはですね、国内的対処としてはですね、まあ、政府のこの元売り価格への補助は、まあ、これはやむを得ないものだと思ってますし、それに加えて先ほども申し上げましたが、農林水産業であるとか、あるいは地方団体であるとか、あるいは交通事業者であるとかへのですね支援というものも今やろうとしているわけでありますので、そこはできる限りのことをですねやっていくべきであるというふうに思っています。その他にいかがでしょうか。
よろしいでしょうか。それでは以上で終了させていただきます。はい、じゃあどうもありがとうございました。